え、ケンちゃんやばくね。あ、トノグラか。トノグラの147。147。スーパーリーグに一緒に中に。え事故、事件が起きました。嘘だろ。嘘だろ。嘘だろ。えって、嘘だろ。たまちゃん。嘘だろ。じゃあスクショしよう。はい、どうも、ゆうすけです。玉ざらしのコミュニティで皆さんお疲れ様でした。今回の動画なんですけども、私ですね、玉ざらし、まあ、今回ね、トゾゼルガがガチ案件と、スダラバリを覚えたトゾゼルガがゴーバトルリーグでめちゃめちゃ活躍、もうすでにね、環境を荒らしているという報告を結構聞いているんですけども、まあ、ガチ案件ということで、今回の玉ざらしコミュニティデーは、深まるのコミュデーバリに、私、ゆうすけ、ガチって参りました。ですのでね、まあ、いかにして僕はね、ガチっているのかということをですね、今回、画面収録、して参りましたので、その捕獲の様子ですね。はい。捕獲の様子と、僕が今回回った、まあ、近所ですね、埼玉、小川町が一体どれぐらいの脇かということをですね、こう皆さんに、紹介すべく、今回お届けしていきたいと思います。まあこれを見ていただければ一体コミュニティデーでどうやってね高い捕獲数を出すことができるのか、より、高個体の厳選ができるのか、より高個体をどうやって確保できるのか、そして色違いを一匹でも多く取るにはどうしたらいいのかということがね、まあ、少しでも皆さんの参考になればと思いますので、よろしくお願いいたします。で、こんな感じでですね、もうとにかく、玉ざらしばっか出てくる感じの動画になってしまうんですけども、まあ、玉ちゃん可愛いんで、そこら辺はね、玉ちゃんの可愛さに免じて許してください。では、捕獲数をどうやって叩き出すのか、一体コミュニティではどうやってガチればいいのかということについてね、まあ、この、画面収録の映像を見ながら、僕なりのコツをですね、一つずつお話ししていければ、と思います。まずですね、まあ、この画面収録のね、僕の捕獲の仕方を見ていただければ、もう皆さんわかるとは思うんですけども、基本的に通常のゲットですね、通常の捕獲方法はしていないです。基本的には捕獲キャンセルですね、捕獲キャンセル、もしくはファーストキャッチと呼ばれる捕獲方法を使っております。まあ、ゲットするときに、木の実の画面を出して、ボールが着弾した後に逃げるボタンをタップして効率よく取っていくという方法でございます。上手い人はですね、これにプラス AR 機能を付け足ししてさらに時間をショートカットするというやり方も、ございます。そちらもですね、まあ、他動画上げられている方もいると思いますので、まあ、気になる方は、まあ、捕獲キャンセル AR とかファーストキャッチ AR とかで、まあ、YouTube 検索していただけるとひょっとしたら出るんじゃないのかなとは思います。ただね、僕はあの AR を使った捕獲方法がね、 AR を使うとですね結構難しいんですよね、捕獲がね。なんで僕はそれをまだ習得できるレベルではないので、普通の捕獲キャンセルを使っている感じです。でもね、まあ、それでもね十分な捕獲数は確保することができるので、まあ、それでプレイしているという感じです。もしね、捕獲キャンセル、ファーストキャッチ、この、今自分がね見せているような捕獲方法がまだマスターできていないという方はね、ぜひマスターしてみてください。これができるようになるか、できるようになるだけでも、捕獲効率、格段に変わります。はい。まあ、体感で言うと、まあ、2倍から3倍ぐらいの数は捕獲できるんじゃないのかなと思います。でですね、まあ、ポケストップは手動で回したんですけども、これですね、あの、Go プラスとかで、ポケストップだけを回すようにして、ポケストップアイテム回収は自動化して、ゲットだけ手動という、やり方も一応できるっちゃできるんですけども、ただ、僕のですね Go プラス結構、古いものなので結構ねバグるんですよね、 Go プラスがね。
で、GoPro をですね、起動させてると結局なんか GoPro が起動しなくて、なんかアイテムが回せない、ポケストップが回せないみたいな、そういった事態が結構起こるので、なので僕はもう完全手動でやっております。ポケストップの、回収、アイテムの回収も完全手動でやりながら、まあ、ここちょっと効率悪いんですけども、やっております。でなるべくジムは回さないようにしてます。ジムをね回すのってちょっと時間かかるんで、なんでポケストップのみを回しています。でロケット団がいるポケストップをですね、ロケット団がいるポケストップタップすると、あ、なんだよお前、おい、結果売ってんのか、おい、やんのか、おい、どこ中だよみたいな感じで、ロケット団の人喧嘩売ってきますよね。そのモーションがねタイムロスなんで、まあなるべく通常のポケストップだけを回すようにしています。もちろん時間に余裕があったら回すんですけども、まあ、とにかくですね、まあ、コツとしてはですね、まあ、いかにタイムロスを防ぐかということでございます。いかにタイムロスをなくして、捕獲時間をですねショートカットしていくか、いかに1匹でも多く取っていくかということだと思いますので、皆さんぜひ、それをね意識してみてください。で、まあ、今色違い出たんですけども、まあ、色違いに関してもですね、まあ、取れてるか取れてないかどうかは基本的にはしっかりは確認せず、もうどん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 タップして、どんどんタップして、どんどん、ゲットしていくという感じです。まあ、別にコミュニティ内はですね、色違いの確率は25分の1と言われておりまして、まあそれなりにプレイしていれば大量に取れるので、別にまあ1、2匹逃げられても別にいいかなと思って僕はやってるんで、まあ色違いに逃げられても気にせずに、まあとにかく1匹でも多く捕獲するということで意識してやっております。1匹でも多く捕獲すれば、その分ね高個体に、出会える可能性もね高くなりますので、とにかく1匹でも多く捕獲するということを意識しましょう。でここがね結構ね爆破機スポットなんですけども、まあこんな感じでですね、まあ、自分の家の周り、まあ、どこを回ればポケモンの爆破キースポットがあるのかなと、まあ、こんな感じでね、まあ、爆破キースポットってまあ皆さんの家の周りだったりね、通勤通学先とかでもねちょいちょいあると思うんですよね。なのでコツとしては、そういった場所を把握しておいて、そこをいかに効率よく回るかということだと思います。ポケモンの脇というのはですね、基本的には30分に1回更新されるので、なので、まあ、30分に1回その爆脇ルートを回るというのが一番効率がいいんですね。これ30分よりも早く回ってしまうと、まあ、脇が完全には回復せずということになってしまうので、まあ、この30分に1回回るということも皆さんぜひ意識してみてください。もちろんあの30分以上であれば大丈夫です。今回僕はですね、この私の地元埼玉小川町で、1周約1時間の徘徊ルートで回っております。まあ1時間ね間を空ければ、まあ、脇の方も完全に回復するということで、まあ一度ね爆脇スポットで取り尽くしたとしても、そこまた1時間後に訪れば1時間後に訪れればがっつり脇も回復するので、1時間ルートで回っております。このなのでルーティングとその回る時間ですね、ルーティングと、まあ、一周何分かということを考えながら、徘徊ルートを決めるというのも非常に大事だと思います。もうね徘徊ルートのチョイスがですね、全てを決めると言っても過言ではないので、ですので、まあ、コミュニティデイ、もしくはスポットライトアワーとかね、そういう捕獲をとにかくガチる、イベントの時は皆さん、闇雲には回らず、しっかりとある程度捕獲ルートの方ですね確立した上でイベントの方を臨んでいきましょう。で次に使っているボールのチョイスの仕方なんですけども、まあ基本的にはやはり一番捕獲効率のいいハイパーボールを使ってゲットするのが基本になっています。まあ映像見ていただければ分かると思うんですけども、まあ基本的にはまあハイパーボール結構使ってるかなっていう感じなんですけども、ただねちょいちょいスーパーボールとかモンスターボールも使っていってますね。まあハイパーボール例えば2000個とかね余裕があるんだったら全部ハイパーでもいいとは思うんですけども、ただハイパーボール2000個を貯めるって結構難しいので、まあやっぱハイパーだけを使ってしまうと、闇雲に使ってしまうと、まあどうしても玉切れが起きてしまうんですね。なので、そのポケモンの CP に応じて使っていくボールを変えていくというのは僕は意識しています。まあ玉ちゃんだったら、
CP500 以上ぐらいになったらハイパーボールを使うようにはしています。ポケモンの捕獲率なんですけども、基本的に CP が高ければ高いほど捕獲率というのは下がっていきますので、ですので高い CP のポケモンに対して捕獲率の高いハイパーボールを使っていく。そして、捕獲率が結構高い、まあ、要は簡単に捕まってしまうような、例えば CP10 とかね、 CP10 とかもう基本的には絶対捕まるんで、なのでそういったポケモンに対しては、モンスターボールやスーパーボールを、投げていくようにしています。ポケモンの CP を見て、ハイパーボールを投げるのか、スーパーボールを投げるのか、モンスターボールを投げるのかということをですね、うまく使い分けていくというのも、コツだと個人的には思います。まあ、ハイパーボールを、まあ、無駄打ちしないということですね。ハイパーボールを無駄に投げしまうと、多分コミュデイの後半になると、弾切れが深刻になってしまって、高い CP のポケモンも、モンスターボールで捕まえなくてはいけなくなってしまって、結果的に捕獲効率が下がってしまうと思いますので、このボールのチョイスですね、はい、ボールの使い分け、皆さんぜひ意識してみてください。あと僕が心がけていることとしては、まあこの捕獲の様子見ていただければもう皆さんお気づきだとは思うんですけども、木の実は使わないです。はい、木の実は使わないです。なぜかというと、木の実を投げている時間がもうすでにタイムロスなんですよね。はい、木の実を投げている暇あったらボール投げろって感じです。とにかくもうポケモンにはもう木の実投げない、もうポケモンにはとにかく球をぶつけろっていう感じでね、木の実を投げている時間がもったいないので、木の実は投げずにとにかくボールを当てるようにしています。まあね、ズリの実とかね、金ズリ使えば捕獲率上がるんですけども、まあこれだけね、玉ざらしがいればですね、まあ多少逃げられても問題はないので、なんで、まあ逃げられたら次って感じで、とにかくもう次って感じでね、とにかく、玉ちゃんに、ボールを、ぶん投げまくると、いう感じの立ち回りがいいのではないかと思います。で、よく聞かれるんですけども、パイルの実を使った方がいいんですかみたいなことを僕結構よく聞かれるんですね。深まりの時も、結構パイルの実を投げて、タイムロスになってしまってあまり捕獲数が稼げなかったという方、結構いたんですけども、個人的な見解としては、パイルの実いりません。はい、パイルの実を使えばね、飴の数増えるんですけども、ただ、これだけタマちゃんがいるとですね、ぶっちゃけ、まあ、飴の数そんなに増やさなくてもいいかな、というか、こんだけタマちゃん捕まえてたら飴勝手に増えるんで、パイルの実いらないっす。はい、パイルの実を投げている時間があるなら、より1匹でも多く取って、もう数の暴力、数のもうタマちゃんのご利用し、タマちゃんいっぱい捕まえまくって、とにかく飴を増やすという意識で臨んだ方がいいのではないかと思います。とにかく飴よりも1匹よりも多く取るということが、すごい大事ですね。で、それでもどうしても、タマちゃんの飴が欲しいということでございましたら、その際はメガ進化を使いましょう。メガ進化ですね、タマちゃんだったら、水タイプになりますので、例えば、メガカメックスとかですね、そこら辺進化、メガ進化させておけば、捕獲した時に飴の数1個増えるんで、なんで、飴どうしても欲しかったら、パイルの実を投げるという感じではなくて、メガ進化を使って、飴を、より1個でも多く取っていくという感じがいいのではないかと個人的には思います。とにかく、タイムロスを防ぐ、木の実は投げずに1匹でも多く取る、とにかくボールを投げまくる、ボールを、ポケモンにぶん投げまくるという、意識で、コミュニティでぜひ臨んでみてください。そうすればおそらくね、皆さん捕獲数、上げられるのではないかと、思います。課金アイテムなんですけども、お香は当然使います。お香は使っています。ただ注意しなければいけないのは、お香で出現したポケモンを、捕獲キャンセル、ファーストキャッチしてしまうと、その場から消えずにずっと残り続けるんですね。お香で出現したポケモンに関しては、捕まえてもその場にずっと残り続けちゃって、でもう一回ボールを投げても、結局捕まらないという、とにかく、非効率な状態になってしまうんですよ。通常のポケモンだったら、捕獲キャンセルですねをすれば、自動的に画面から消えてくれるんですけども、ただお香に関しては例外で捕
捕獲キャンセルで捕まえると、捕まったとしてもそのフィールドにずっと残り続けてしまって、もう一回タップができてしまうと。でもう捕まってるんで、そのポケモンタップして捕まえても意味がないという状況になってしまいますので、なのでおこわきのポケモンを、捕獲キャンセル、ファーストキャッチする際には、注意して、とにかくね、おこわきのポケモンに関してはもう一回ボール、がポケモンにね、触れて、ファーストキャッチ捕獲キャンセルしたら、もうそのおこわきのポケモンには触らないという感じでいいのではないかと思います。おこわきのポケモンに、対する捕獲キャンセル、皆さん注意しながらやってみてください。ひょっとしたらボールを無駄に投げてしまっている可能性があります。あとルアーモジュールなんですけども、ルアーモジュールは定点ですね。要はその場、ポケストップが密集している場所にずっと留まってプレイするのはルアーモジュールは絶対必要なんですけども、こんな感じでとにかくくるくる徘徊し続けるんだったらルアーモジュールは特に焚かなくても大丈夫かなと思います。で、ちょうど1時間経ちました。だいたい1時間で、タマちゃんを300以上、まあ、多分350ぐらい捕まえていると思うんですけども、まあ、だいたい1時間で、350匹ほど、タマちゃんを捕まえることが、できました。まあ、こんな感じでしっかりと捕獲効率を考えてやるべきことを、全てやって、しっかりと、捕獲ルートも決めて、ボールの投げ方とかもしっかり意識すれば、まあ、コミュニティデイやスポットライトアワーで時給300以上叩き出すことは十分可能でございますので、皆さんぜひ、実践してみてください。まあ、僕の回り方、僕のこういうね、回り方、プレイの仕方が全てではないので、いろんな方のプレイを参考にしていただきたいんですけども、もし、この僕のプレイ動画が少しでも皆さんの参考になっているのであれば幸いでございます。まあ、今回僕はですね、ありがたいことに、幸運なことに色違い 100% をゲットすることができたんですけども、そういういい個体ですね、高個体、色違いを多く取るためにはやはり、1匹でも多く、捕獲していく、とにかく捕獲を頑張っていく、コツコツ頑張っていく、その積み重ねが大事だと思いますので、皆さんぜひ、これからも、色違い、高個体目指してポケモン GO を、楽しみながら、頑張っていきましょう。それでは、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、高評価と、チャンネル登録まだお済みでない方は登録していただけますと、よりね、このチャンネル盛り上がって、みんな視聴者の皆さんと盛り上がってワイワイ、やっていくことができて、より楽しくポケモン GO ライフが楽しくなるんでいいんじゃないのかなと思います。それではありがとうございました。また次の、動画でお会いいたしましょう。アディオス。